カプラローラは、イタリア共和国ラツヨ州ビテルボ県にある、人口約5400人の基礎自治体。ローマから、北北西へ50キロメートルほど離れた、ビーゴ湖近辺に位置する。アレッサンドロ・ファルネーゼ数機卿の命によって16世紀に、建設されたパラッツォ・ファルネーゼが、当地にある、ビテルボ県のコムーネ。 ケントビテルボから南東へ十五キロメートル、テルニから南西へ四十二キロメートル、首都ローマから北北西へ五十二キロメートルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、イタリアの最も美しい村クラブ加盟コムーネである。十六世紀後半、数奇鏡、アレッサンドロ・ファルネーゼの依頼で、建築家、ジャコモ・バロッチダ・ビニョーラが手掛けたパラッツォ・ファルネーゼが、 ルネサンス建築の傑作として名高い。この建物は五角形の平面を持ちつつ、正面からは四角の建物に見える建物である。フランスの画家クロード・ジョセフ・ベルネのカプラローラのビッダの眺めは、このビラの所有者であるスペイン王妃エリザベッタ・ファルネーゼのために描かれたものである。ありがとうございます。